皆様こんにちは。ナビゲーターのリリです。日本に10世紀から伝わる完璧なパングラムの歌があることをご存知でしょうか。パングラムは聞き慣れない言葉だと思いますが、これにはギリシャ語で全ての文字という意味があります。その名の通り、全ての文字、例えば26個のアルファベットを使って文章を作ることが目的です。同じ文字を複数回使うのは OK ですが、短い文の方が良いとされ、意味のある文章であればより素晴らしいパングラムとして評価されるそうです。ところで、私たちが住む日本にも世界に誇れるパングラムがあるんです。そう、あの歌ですよね。今回はその歌について考えてみたいと思います。ある歌とは、ご存知、いろは歌。まずは全文をご紹介いたします。色は匂えど散りぬるを、我が世たれぞ常ならん。ういの奥山今日越えて、朝き夢見し永もせず。いろは歌の歴史はとても古く、10世紀末から11世紀中頃に成立したと言われています。作者は不明です。そしていろは歌は、物事の始まりや基本を表す言葉として、また子供が金持ちを覚える七五調の手習い歌として広く親しまれてきました。この歌のすごいところは、かな47文字すべてを1回ずつ使いながら、ほとんどの人が気づかない、やがて必ず直面する問題と、その解決方法を示していることでしょうか。そんないろは歌、次に現代の言葉でわかりやすく表現してみたいと思います。色鮮やかに咲き誇り、香り立つ花もやがて色あせて散ってしまう。この世に生きる私たちも同じ。地位や名誉を手に入れても、いつかは消えてなくなってしまう。すべての物事に永遠などなく、いつまでも生き続けられるわけではない。どこまでも続く無常の現世を乗り越えて、悟りの世界に至ることができるなら、実際にはないこの世に酔いしれたり、儚い夢を見ることなく、安らかな心でいられるのに。このようにいろは歌は、人生の儚さや、すべてのものは常に移り変わるという無常感が込められています。次に、いろは歌に出てくる、少し難しい言葉について説明していきたいと思いますが、現代に生きる私たちにとっても、とても重要なヒントが隠されているような気がします。ういは、この世の中のものすべてのものは仮の存在で、常に移り変わっていく儚いものという意味です。奥山とは、迷いの多い人生のことを、奥深い山の中をさまよっているようだと例えています。今日越えては、人生を乗り越えていくことを表現。朝き夢見しは、儚い夢のことで、人生のいろいろなことに心を悩ませないということです。永もせずは、お酒のことを言っているのではありません。名誉や欲望などから解放されれば、心安らかでいられると解釈できます。このいろは歌、海外ではどのような反応が上がっているのでしょうか。引き続きご覧ください。それでは海外の反応をご紹介いたします。日本語は奥が深い、もっと知りたくなったよ。日本のいろはという歌があまりにも完璧で驚いた。ひらがな47文字すべてを1回ずつ使ったパングラムになっているんだよ。それはすごい。
英語の The quick brown fox jumps over the lazy dog 素早い茶色の狐がのろまな犬を飛び越えるみたいに意味のない文章じゃないんだ。しかも7音5音の順で繰り返されていてすごくリズムがいい。日本語ってすごく複雑だよね。日本生まれのひらがな、外国語から取り入れたカタカナ、それから中国で発祥した漢字まであるんだもん。イロハニホヘトは10世紀頃からひらがなの手本として使われているらしいよ。歴史を感じるな。イロハは今はほとんど使われていないよ。現在の日本ではあいうえおっていう50音が使われてる。そうだね。イロハは確かに存在するけど、歴史的、伝統的な場面でしか使わなくなったよね。普段使う語順ではありません。イロハは完璧とは言えないな。書かれた時には存在していなかったんの文字が入っていないし、今は使われていないいとえが入っている。栃木県の日光には48のカーブがあるイロハ坂っていう曲がりくねった道があって、それぞれのカーブに日本のひらがなの標識が立ってるんだって。ゲームでよく登場するよね。ドリフトの人気スポットだから。パングラムという言葉を初めて知ったよ。The quick brown fox がパングラムだということも。The quick brown fox はタッチタイピングのスピードをテストするのによく使われるよね。ポエムとか意味のありなしは関係ないよ。イロハは本当に素晴らしい。でも我々のクイックブラウンフォックスだっていいよね。この文章に意味がないとは思わないな。うん、俺も文句を言いたい。だって実際に素早いキツネがのろまな犬を飛び越えるところを見たことがあるから。同感。 The quick brown fox jumps over the lazy dog は立派な文章だ。僕もこの文章が好き。犬も可愛いしね。イロハニホヘト最高。鳥肌が立ったよ。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。日本の歴史と文化をイロハ歌で感じていただけましたでしょうか。私はこの完成度の高いパングラムと七五調の美しいリズムにすっかり魅了されてしまいました。そして生きていく上でとても大切なことを教わった気がします。最後に少し怖い言い伝えをご紹介したいと思います。それはイロハ歌を呪いの歌とする解釈です。本来和歌は五七五のリズムで区切ります。しかしイロハ歌は区切りの方が不自然な7で区切られています。それぞれの行の最後の文字だけを抜き出して読んでみてください。とがなくて死す。つまり、罪がないまま死ぬという言葉が浮かび上がってくるのです。実は、この暗号のような言葉は昔から知られていて、イロハ歌には不吉なものを感じた人も少なくありませんでした。江戸時代の国学者が嘆いたという以下のような記述が残っています。諸行無常を読み、手習い歌としても広まっているイロハ歌に、忌まわしい言葉が含まれているのは良くないことだ。ところで気になるのはイロハ歌の作者ですよね。権力によって罪がないのに殺された歌人だったのでしょうか。あるいは秀でた芸を持った身分の高い人物だったなどの説もあります。もしこの作者がこのような素晴らしい歌を作れる才能の持ち主だったとしたら、無実の罪で殺される無念をこのような暗号で残したとしても不思議はありません。日本人に馴染み深いイロハ歌には、単なる奏手習いの見本では収まらない、深い意味とミステリアスな魅力があったのですね。
それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。リリでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。